常に思考の枠をプロモーションから外すってことだと思うんだよね。現象を起こそうと思ってリツイートをお願いしたり、はい、ある種広告としてそういうことを仕掛けたりするとまあ現象にならなくて、うん、心の底から共感したツイートと頼まれたからやったツイートって分かるじゃないですか。死ぬほど意味ないです。広告はすなわち、はい、常に思考の枠をプロモーションから外すってことだと思うんだよね。プロモーションから外す、うん、全く真っ当なやつで言うとやってないけど、うんうん、例えばメモの魔力で言うと、はい、もしワンチャンあるなって思うのはもはや本として80万部で読者取り切ったな、はい、あと20万なんだろうって思った時に、うんうんうん、確実に20万部売れるこの人だったら20万人が何でもいいからT シャツだろうが何だろうが買いたいって思う人にメモの撮ってる写真を撮って表紙にしちゃう、うん、でファンに売るとか、はい、そんなんなしじゃんみたいなことも含めて考えるってこと。例えばコムドットが何出してもめっちゃ売れんじゃんって言うと、もうコムドット5人がペン持ってる写真だけ500万とか1000万とか撮らせてもらって、それ表紙にさせてもらったら売れるんちゃうみたいな、うん、そのレベルで考える。 でもそれが1万部しか売れなかったら20人に頼んで20パターン、うん、著名人の表紙パターンやったら100万部まで行くんじゃないのとか、そこもゲリラ戦のうちの一つかな。普通は絶対そんな、まあ、トリッキーな技だよね。なんでこの本でコムドットなんですかってなっちゃうし、もう関係なく、じゃあこの表紙だったら5000人が買うなら、うん、もうあともう前田裕二一切登場しないで表紙だけで20万積み重ねるかみたいな、そういうのも含めてゲリラ戦、そこの枠をこう一回取っ払う、うんうん、だからそれはネットニュースでとか炎上とか全く違う商品とかでハマってるマーケティングとかを見て、あれこれってこっちにできんじゃねとかって思うとかも大事だよね。例えば分かんないけどめちゃめちゃ売れてる商品があったら、はい、そのおまけにメモの魔力つけさせてもらうとか、うん、分かんないけど、で、うんうん、大体そういうのってトリッキーなアイデアってどっかで辻褄が合わないから実現しないんだけど、はい、まあ、常になんかワンチャン考えとくみたいな。だから、はいはいはい、あのファブルの南先生がガーシーの本をガーシーにプレゼントするためプライベートで書いてくれたんだけど、もうそれ表紙にしちゃってコンビニ限定で売ろうとか、まあそれもゲリラ戦じゃゲリラ戦だよね。やっぱそこがみんなこう出せないというか、どうしてもその枠を自分で作ってしまってる、うん、そうね。だからゲリラ戦の方が面白いし、今の時代バズるからね、話題になるから、それは常に考えてる。なるほど、そこもじゃあこう常に考えてゲリラを、ゲリラ戦を考えて、それこそできないけど、うん、ガーシーさんの本って本当に出しちゃいけないとこ黒塗りになってんのよ、はいはい、10版から黒塗り1個外していくとかね絶対できないんだが、まあ、そういうことも含めて全部考えるって感じ。アイデアですね、うん、雑誌とかも地上戦だよね、はい、地上戦、空中戦、ゲリラ戦をずっとあって、なんかこれできるかも、これゲリラの枠だなとか、あこれ空中の枠だなとかって考えて、はい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 、でリストを組むっていうのが僕の中でのプロモーションの基本。ただプロモーションって本当に流行り廃りがあるんで、はい、うん、この時流行ったから同じことやろうって言うと大体滑るんで、まあ、鉄板もあるけど、うんうんうん、その瞬間瞬間もう一回その地上空中ゲリラっていう枠だけやって毎回ゼロから考える。うん、そうしないとやっぱり熱が生まれない、はいはい、だからまず作る段階で自分が本当に熱狂できるものとか、今の時代を捉えてるものじゃないと人を巻き込みにくいよね。いくらその頭でプロモーションとコンテンツの境目なくそうって思っても、プレスリリース出しましたとか、はい、いろんなそのインフルエンサーにリツイートしてもらってますみたいな、うん、その一見良さそうに見えてるけど、うん、いまいち話題化しないダメな PR、うん、現象を起こそうと思ってリツイートをお願いしたり、うん、はい、なんかある種広告としてそういうことを仕掛けたりするとまあ現象にならなくて、うん、やっぱり心の底から共感したツイートと頼まれたからやったツイートってまあ、はい、分かるじゃないですか、うん、それが一人だけでも結構違うのに、はいはい、指数関数的に今のネットのバズとかあって、はい、熱がこもってるツイートがまた熱を呼び、熱を呼び、1日で
とんでもない多くの人に広がるみたいな、うん、指数関数的にバズるってそういうことじゃないですか、うん、でもそれが熱がなかったら、たとえ松本人志さんがやろうが、はい、前澤さんがやろうが、フォロワーが多い人がだろうがお願いして、はい、しかも自分も熱を持ってないものをお願いしてフォロワーが多い人にやってもらったところでやっぱ広がらないですよね、はい、そういうなんかダメな PR って、でもほとんど PR と世間的に呼ばれてみんなが仕事でやってるようなものは大体そうだと思いますけどね。やんないよりはやった方がいいし、たまに当たることがあるっていうことはあっても、それはまた僕とかがこう魂込めてやるのとは違うものですよね。いろんなところにファックス送るとか、そうそう、やんないよりはやった方がいいけど、うん、まあ、ほぼほぼはまんないよね、うん、これな、会社名は出せないんだけど、日本でトップクラスに有名な PR 会社があって、はい、ツイッターでターゲッティング広告できますと、はい、で多動力だったら何十代男性年収いくら以上とかに多動力の動画広告を作って、うん、ツイートでリーチできます、うん、で最大これぐらいに、うん、リーチできるので、あのやった方がいいですって健常さんが持ってきてくれてやることになったんだけど、はいはい、僕死ぬほど意味ないですって言って、はい、そういうの会社がやるより僕がやった方がそもそも20万人ぐらいフォロワーがいるから、うん、そもそもその層の人僕のことフォローしてるし、うん、著者ホリエモンだし、うん、全く意味ないと思いますって言って、うんうんうん、本当に全く意味なくて500万ぐらい割、はい、安でも500万ぐらいかけたんだと思うよ、うん、そういうふわっとした広告もの時代じゃないし、うん、広告っていう概念が全くないんだと思う、はい、なくなったんだと思う。広告はすなわちコンテンツであると思う、はい、今やそこはさっきの話じゃないけど、はい、溶け合って、だから今で言う P2C とか D2C みたいな、はい、光くんが服作って売るとか、うん、宮迫さんが焼肉屋やるとか、うん、もはや物自体に広告が含まれてるっていうのが今の時代で、はい、はい、作りました、ターゲットと思われる人にリーチしますっていうのはさすが、まあ、やんないよりやった方がいいけど弱いよね。やっぱ光くんが本作りました、服作りましたって言ったら、その時点で1円もかかってなくても広告じゃん。だから全てのものはコンテンツの中に広告的要素を含まないと、それを外部に分けてるからこそ PR 会社とかに頼めるんだけど、まあそういう無機質な広告は